昭和不当で運用される名鉄デード8500系 8589DD12 系ディーゼル機関車は、かつて日本国有鉄道が保有していたディーゼル機関車である。太平洋戦争中に製造され、終戦後に日本に進駐したアメリカ軍が持ち込んだ機関車で、当初国鉄に貸し出され、後に譲渡された。いわゆるアメロコと呼ばれるものである。 電気式の中央運転台系機関車である。九百四十五年の終戦に至る過程で日本にはアメリカ軍を中心とする連合国軍が進駐することが事前に予定された。進駐軍側は日本の鉄道車両は戦争末期の空襲などの影響で運行不能の壊滅状態になっていると予想し日本国内における軍事輸送を行うためには自前で 機関車や貨車を調達しておいた方が良いと考えた。そのため、新中軍は、その第一陣として、アメリカの産業用鉄道などで使用されていた、ゼネラルエレクトリック車製の標準機用のディーゼル、機関車を狂気仕様にして、フィリピンの軍用鉄道ですでに使っていた車両を及び、それに準じた、心臓の同系機を日本に移送することとした。形式は、US Army 8 5 0である。 しかし、いざ連合国軍が進駐してみると、日本国内の鉄道網はまがいなりにも既存システムを維持して稼働できていることが確認されたため、鉄道による進駐軍向け輸送は、国鉄、私鉄が保有する状態の良い車両を徴用し、優先的に整備、運行させることで間に合わせることとなった。こうして、日本への車両移入は、 この US Army 8500系機関車8両だけで終わったが、この機関車はそれ以前に日本で少数使用された各種のディーゼル機関車と比較すると性能や信頼性で格段に勝っており、戦後の日本におけるディーゼル機関車普及の端緒となった。中央部に運転室を廃止、運転室の前後にエンジンを一機ずつ置いた、突型車体である。あとに、 日本国内で製造された DD11 系、DD13 型、DD51 型に比べ、本形式はボンネットが高く、排気筒が短いのが特徴である。このようなスタイルは、アメリカのディーゼル機関車では、珍しくない。動力伝達機構は、電気式で、発電機は、ゼネラルエレクトリック製、GT555 型、主電動機は同じく、ゼネラルエレクトリック製、 GE733 型4機、車体はゼネラルエレクトリック製、エンジンはキャタピラー製の D17000 型エンジン2機を搭載する。軸配置は BB。外部色は茶色に塗装されていたが、国鉄では後にディーゼル機関車標準色に塗り替えた。入れ替え用が主であるため低速ではあったが、軍用車両らしく堅牢で故障しにくく、 アメリカ軍の各種車両と多くの互換部品を使用していることから極めて整備しやすいことが特徴の実用的な機関車であった。制御機器の取り扱いも簡易で素人の兵士でも短期の訓練で運転できる機関車と言われるほどであった。ただし台車が小型でモーターが低い位置に搭載されていたため激しい雨転時などには モーターの冠水による故障が起きやすかったという。1946年4月横浜港、高島桟橋に DL13 両分の機材が到着し、同年5月大宮工場にて8両を組み立てた。当初配置は高島機関区、その後一部が高取機関区、呉機関区に転属し、いずれも国鉄職員の乗務により、新中軍用貨車の入れ替えに使用され、 サンフランシスコ平和条約が1951年に結ばれた後もそのまま使用された。1952年3月末付にて、米軍機としての取り扱い廃止、名義を借り入れとする。1955年8月1日現在の国鉄機関車配置表上では、東京機関区配属としてで8584で8585 85。 で8586で8588で8593で8592という記述があるが国鉄の正式な所有になったのは翌年という記録もあり運用上の所属のみだったかどうかは定かではない1956年アメリカ軍はこれら8両の機関車を国鉄に5両名古屋鉄道に2両 ヤワタ製鉄に一両それぞれ払い下げることにした。当時、まだ日本のディーゼル機関車製造技術は確立しておらず、性能の悪いものが多かったため、主に在日米軍向けの輸送を蒸気機関車から置き換えるべく、このような措置を行ったものとされる。この時、国鉄では DD12 系、名鉄ではデド8500型と形式名が定められている。 国鉄においては、譲り受け当初は、東京機関区に全5両配属、その後、品川機関区に3両、栗浜機関区に2両、配属された。安全駅や田浦駅での米軍向け燃料、輸送用貨車の入れ替えなど、基地内に伸びる視線で、入れ替え用途に充当され、軸重の軽い本形式は、それなりに活用されたが、1958年以降、 より大出力の DD13 型が導入されたこともあり、出力の劣る本形式の価値は相対的に低下した。米軍向け燃料輸送量が激減してからは、新鶴見機関区に全5両が集結し1972年には全車第一支旧車指定となり、茅ヶ崎機関区の側線に放置されていたが、1974年に全車廃車解体となった。 一方、名鉄で運用されたデド8500系2両は、小牧基地への貨物船、同様に、寄阜基地への引っ込め船があった、かかみが原船で使用された後、1958年からは、老朽化した蒸気機関車や、故障の多い国産ディーゼル機関車に代わって、蓄光船などで主力機関車として、フルに活用された。変わったところでは、1959年の、 伊勢湾台風で被災した名目線等の路線で停電中の初期段階の復旧作業に使用されたというものがあり、旧型ながら高い信頼性を評価された。名古屋臨海鉄道の開業に伴い使用を終え、1966年にフィリピン国鉄へ売却された。フィリピン国鉄においては、8500系及び4500型として1978年12月まで、 運用された後、1992年頃まで、マニラ近郊の過ローカンの同国鉄工場で保管されていた。なお、本形式は、新生当初フィリピンで運用されていたため、この2両は同国へで戻りするという形態となり、1966年から1973年に、かけては同時に製造されたもののフィリピンに残留した。 ナンバー8590万8591の2両とともに運用された。ヤワタ製鉄では D402 と称し、ヤワタとバタ間の製鉄所専用鉄道で、緩急車代用として使用されていたことが確認されている。1967年3月解体。名鉄でド8500系ディーゼル機関車に関するカテゴリー。 フィリピン国鉄8500系ディーゼル機関車に関するカテゴリーありがとうございます。